こんにちは、お元気ですか都市伝説アーバンレジェンドのイブセです今回はね、このテーマでお送りしたいと思いますトラさん大勝利もうね、前からもうね、分かってましたよねスーパーチューズで、これがもう大きな分岐点になります ここでね、日記ヘイリーさんが撤退を表明しましたから、もう事実上共和党のね、あのー、代表候,候補はトラさん決定です。そしてついに NHK が、ええー、っていうね、そんな情報もね、飛び出してきました。あのね、あの、ニュースなんか全然見ないっていう人ね、意外に多いですよね。 ニュース見たって何の役にも立たないみたいなね、そんな感じの人いますけど、ちょっと待って、もうこれぐらいのニュースはちゃんと見ましょうよ。そう思いませんあの、アメリカがくしゃみしたら、日本は大風邪引くって言われてるじゃないですか。ですから、アメリカが今後どうなるかっていうのは、もう日本に住んでる私たちに大きな影響があるわけですよ。私たちの生活を直撃するわけ。 それをね、事前に知っておくって大事なことだと思いませんか今年、アメリカの大統領選挙があるっていうこと、これぐらいは知っておきましょうよ。ねそれさえ知らない人、ね、いっぱいいますからね、びっくりですよね。え、今年大統領選挙があるのな、誰がなったって一緒じゃんみたいな、そんな感じの人います。 確かにね誰がなったって私たちの生活にはほとんど影響ないかもしれませんけど政治っていうのはじわりじわり私たちの生活をこうどういうんですかねゆでガイルのようにですよねじわりじわりと攻めてくるわけですよ締め上げてくるんですよですから、まあ、前,前前前もって どういう流れが、今ね、世界がどう流れているのか、今世界がどうなっているのかっていうのはね、やっぱ敏感に察知しとかなきいゃいけんと思いますし、それに、やっぱりね、シンクグローバル、アクトローカルですよ。やっぱ頭で考えるときはもう世界的なことを考えて、で行動するときは身近なところから行動するというね、このシンクグローバル、アクトローカルっていうのをね、やっぱやっていかなきいゃいけんと思うんですよ。 で、アメリカの大統領選挙っていうのはね、今年の11月5日にあるんですけど、その前に民主党と共和党の代表候補を選ぶための中間選挙があるわけですよ。それがあったんですね。あの、スーパーチューズデーと言いまして、5月5日ですよ。 5月5日に、まあ15週まあ共和党は15週民主党は16州、一気にガーッと選挙があったわけよ。それで、えー、共和党の代表は誰々、えー、民主党の代表は誰々っていうふうに決めていくわけね。それがもうね、寅さん、大勝利です。そういうことなんですよ。寅さんがまたホワイトハウスに一歩近づきました。まあそういうお話ですよ。ね。 えー、それでね、えー、最後はね、幸せなお金持ちになるための沖縄仮眠中、おばばの教えもね、お届けしますんで、最後までぜひ見ていただければと思います。えー、それでは早速、行ってみましょうね。まず、NHK です。びっくりです。これちょっとびっくりしましたよね。何がびっくりかっていうと、 まあ3月5日ね、先ほども言いました、スーパーチューズデーがあった時の NHK ニュースです。9時、夜9時のニュースね。そこで、アメリカ大統領選のね中間選挙の特集があったんです。もうトランプさんの勢いがすごいっていうことでね、特集してトランプさんの、トラさんの演説をこのね、この短い動画で流したわけですけど、そこで、 このテロップが流れたんですよ。ディープステート、闇の政府に官僚機構が牛耳られているというトラさんの発言をテロップ入りでバーンと NHK が流したんです。今までディープステートという言葉 NHK ね、避けてましたよね。どう思いますこれあなたはどう分析しますか 面白い時代になってきましたよ、これ。もちろんね、たったこれだけで日本のかしマスコミのね、姿勢がガラリと変わったとは思えません。ね、これぐらいのことでね、変わってるとは言えないですよね。まあでもしかしですよ、トラさんの復帰がね、現実味を帯びてきましたから、そろそろトラさん攻撃はできなくなっているってことではないでしょうか。 あの以前ね、もうずっとトラさん叩きばっかりしてましたけど、もうあんまり叩いてはいられないっていう状況に来てるということじゃないでしょうかね。どう思いますあの日テレのエブリィでしたっけね、ニュース、あれでね、私見たんですけど、あのトラさんのね、もう今、勢いがすごいと。で、えー、トラさんを支持している人たちは、陰謀論に。 ま、洗脳されてるみたいな、そういう報道してたんですよ、日テレさんが。いや、びっくりしましたね。ひどいなと思って。 もうまるでトラさんを支持する人はあの陰謀論にもうなんかがんじがらめになって洗脳されたなんかキチガイだみたいなねそんなことを言ってるんですよひどいですよねで家族も崩壊してであのトラ,トラさんの支持者のね一人の男性をインタビューしたりなんかしてね でその男性の家族が、もう今別居中で、みたいなさ。で、娘さんがね、えー、お父さんが急にね、トラさんを支持するようになって、急に発言があおかしくなったとかさ、家で暴力振るうようになったとかね、そうやって今家族は別居状態です。お父さんがまともに正気に戻るのをの待ってます、みたいな、娘さんのね、 コメントが流れたりなしてさ、もうまるでトラさんの支持者はね、おかしい、頭がおかしくなってるみたいな、そんな報道をしてたんですよ。あれはちょっと腹立ちましたね。まあ、かといって私もね、トラさんそんなに熱狂的に支持しているわけじゃないです。トラさんがアメリカの大統領になったからといって、日本が良くなるとは思えません。日本を良くするには、やっぱり日本人が、 立ち上がららなななきゃ日本よくならないですよトナさんが何か日本のためにしてくれるわけないじゃないですかそこをね私たちもね目覚まさなきゃいけんと思うんですよねそしてここへ来てヌーランドさんが国務次官を退任しましたこれも私びっくりしましたねええー、ってもうヌーランドといえばウクライナのマイダン革命の立て役者ですよ 今、まだあそこね、紛争してますよね。あの奇妙な戦争、まだ続いてる。そんな時になぜ退任びっくりですよね。あのマイダン革命によってウクライナはガラリと変わりました。やつらの、やつらの言いなりの国になった。もう好き勝手にできる国になったわけですよ。でそれで、えー、ロシアと反ロシアの、 政権がですよねでロ,ロシアと敵対するそういう国にウクライナになっていったわけですけどねそれで結局ロシアのプーチンを追い詰めることができなかったその失敗のね責任を取ってクビになったんでしょうかまああの大方の見方はね、えー、失敗の責任を取ってクビになったっていうのが大方の分析なんですけども果たして あの戦争は失敗なんでしょうか拡大させようとして全然拡大していないから失敗なんでしょうかでもあっちのね中東の方はまだ続いてます。ロシアも結局まだ続いてるじゃないですか。これねまだ失敗というふうに片付けるのはまだ早いとイ伏せ思うんですけどね。あなたはどう分析しますかまあそこら辺のね裏情報を言うとまたね、えー、震災が厳しくなってるのであんまり言えないんですけれども。 アジア担当の国務次官にシフトしたという情報もあります。ですからこれからアジアが熱くなるかもしれないですよ。真相はどこにあるんでしょうかね。あなたの分析ぜひね、コメント欄に書いていただけると幸いでございます。そしてそしてこれ、これもびっくりしました。ザッカーバーグが議会に呼び出されて謝罪したんです。いや、本当に。ね。 なんか時代が大きく変わってるように思うのは私、ブセだけでしょうかあこれどういうことかっていうと、Facebook とかインスタがね、自動買収の窓口になっているっていうことで、その問題で、まあ、議会に呼ばれて、糾、え、弾、ー、されたわけです。もうかなり厳しく糾弾されました。もうこれ動画でね、あのー、ネットに電話待ってますから、ちょっと検索してね、調べていただければと思うんですけど、 もうザッカーバーグ、たじたじの様子です。もうしどろもどろの答弁なんですよ。で、後ろ向いてごめんなさいみたいなこと言ってました。もうザッカーバーグはどことなく半べその顔を見せましたね。これ、どう分析しますかねえ。やっぱね、どう分析、もう分析間違っててもいいから、多分こういうことじゃないかなっていうふうに、もう分析すること大事だと思いますよ。ええ。 だってねもう情報なんて本当の情報なんてそうある,あるもんじゃないですからもうどう分析するかっていうそこにもうね一点絞られてくると思うんですよね。まあ分析としてはまあ悪党どもがこうやってどん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 一掃去り始めたということなんでしょうか。 まあ以前からね、ホワイトハット軍がもう全部一掃して、全部逮捕して、全部グアンタマノに送ってんだ、みたいな、そんなことを言うね、人もいましたけどね。で、今表に出てるのは全部ゴム人間なんだ、みたいなことを言う人いますけどね。いやでもね、ゴム人間を雇って演じさせるのもね、お金もかかるし、訓練もしなきゃいけないから、時間もかかりますよ。 あれはどうもね、舞うつばなあの都市伝説だと思うんですけどね、都市伝説の情報をまた分析しなきゃいけないというね、そういう問題もありますけれどもね、まあとにかくね、これどういうことなんでしょうかね、悪党どもが本当に一掃されているんであればすごくね、いいことですけども、それとも単なるガス,きガス抜きなんでしょうか、本当のラスボスたちは相変わらずぬくぬくと、 ワインかなんか飲みながら悪だくみをしているんでしょうかちっちゃな離れ小島で子供たちをいたぶりながら悪だくみをしているんでしょうかねニヤニヤ笑ってたりなんかするんでしょうかねでね、またこういうのがあるんですよ。トラさんから世界へ向けて緊急メッセージが3月6日、まあ、日本時間で言うと7日ですけどね、ネット上で流れました。まあ、こんなことです。今は癒し 新しい明日を築く時です。真実と正義、名誉、人格、大統領令を備えた世界を構築する時が来たって。<laughs> 言ってるんですよ。今後24時間以内に逮捕の報告を怠った場合、大統領令って。これはね、どういう情報なんでしょうか嘘デマ情報なんでしょうかね。 なんかね、またね、まあ、中間線選挙で大勝利したっていうことでね、緊急メッセージを出したんでしょうか、それともデマなんでしょうか、まあ、逮捕が進んでるっていうふうにね、思いたい人たちもいるから、こういう情報がどん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 出てくるわけですけどね。まあ、とにかく、トラさんは予測不可能な人物です。何をするかわかりません。まあ、常識を覆すことをします。 まあ、そもそも常識だと思ってた私たちが常識だと思ってたことが嘘だったっていうこともありますよね地球温暖化なんかねトラさん私たちは地球温暖化の対策はしなきゃいけないって思いますよねそれが常識だと思いますよね SDGs っていうのもね常識ですけどトラさんあのパリ協定から離脱びっくりですよね もうこれ勇気がいりますよ、今までずっと世界の流れがそういう流れになってるの違うぞって、パシッと常識を覆しちゃうんですから。トラさんはそういうね勇気ある行動を取りますよね、そこがすごい。でロシアの、ね、プーチンさんもね、えー、バイデンとトランプ、どっちが大統領になった方がいいですかなんていうふうに質問されたとき、プーチンさん言ってました、どっちでもいいよって。 で,できればバイデンの方がいいって。なんでかって言ったら、バイデンの方が業しやすいとおう。先が読めるっていうね。まあ、そんな風にプーチンさん言ってましたよね。プーチンさんとトラさんって通貨の中のように見えて、やっぱり交渉事になるともう頂上発信しますからね。やっぱね、トラさんはね、ビジネスマンだから、あのー、交渉がうまいんですよね。まあ、そうは言っても、あのー、ね、 何でしたっけあの、カジノ付きのホテル倒産さしちゃったりなんかもしてましたからね、経営者としては失格なんじゃないかっていうテレビのコメンテーターもいましたけどね。でも経営者ですから、ビジネスの世界でずっとやってきた人だから、そういう交渉事とかね、うまいんですよ、やっぱりね。 で、トラさんの基本方針、それはもう皆さん分かってますよね。アメリカファーストです。アメリカの国益を重視した政策です。そして、反グローバリストです。そして、チャイナとは真っ向から対立する。そういう姿勢をずっと貫いてきた人ですよね。そして、あのイスラエルの問題に対しては、シオニストに支配されたイス,イスラエルではなくて、 正党ユダヤを支持する。そういう立場なんですよね。ですから、あの、この基本方針がちゃんと分かっててば、トラさんがどういう政策、どういうことをやるのか、トラさんの行動はね、読めると思うんですよ。アメリカが今後どういうふうに変わるかっていうのは、こういうことなんですよね。まあ、一言で言うと、反グローバリストの流れが、 これから加速するっていうことじゃないでしょうかね。日本もトラさんの政策に協力させられる、そういう局面が絶対出てきます。まあ、例えば、安倍さんがやったようにね、えー、戦闘機を爆買いして、アメリカ経済を潤してあげなきゃいけないかもしれません。まあ、そんな風にね、風を読み、風を感じて、風を起こす必要があります。 そうすればあなたも幸せなお金持ちになれますから風をまず読むことこれ分析するってことですけどねこう間違ってもいいからとにかく、えー、こういう風が今後吹いてくるんじゃないかなっていうのをね風を読む練習してみてくださいそしてその風をどう感じるかなんですよ嫌だな嫌だなって言ってたら何も行動できなくていじ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 して立ち止まってしまいますからどう感じるかって非常に大事ですそして風を起こすことですよ まずね、日本にもこの反グローバリストの風がどん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 吹くと思います。そういう政治家もこれからどんどん出てくると思います。反グローバリストっていうのを旗掲げる、そういう政治家がね、今後出てきますよね。ですから、同調してね、この反グローバリストの風に同調して、反グローバリストの旗を上げると、まあ、その波にね、乗れるかもしれません。 まあ政治家なんかそういう風読むのね得意ですからすぐにこういうねこのスローガンとかキャッチフレーズを「反グローバリスト」みたいなことをね言う政治が絶対出てきますよ。まあとにかくねいろんな場面で分裂が生まれるでしょうね。分裂ですよ。やっぱり今までの常識の範囲内でずっと常識常識で生きてきた人。 常識という言葉に洗脳されてきた人っていうのはこれからちょっと生きづらくなると思います常識派と非常識派っていう分裂が、うん、やっぱこれから生まれると思います私たちの家庭の中にも分裂が生まれてきますよねそういう風が今吹いてますからこの風をどう感じるかですよこの分裂をチャンスに変えるそういう風に見ていただきたい 風をそう感じていいたただきたい破壊と混乱の時期ああこれから破壊と混乱分裂するんだ家族も崩壊するんだ、ね、あと会社も、ね、どん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 縮小されていくんだリストラの嵐が吹くんだなんてね嫌だな嫌だなって感じていたらこの風をチャンスに風変えることはできませんよどう感じるかこれ大事なことだと思いますね 分裂なんて怖くないですよ。どんと怖いですよ。破壊と混乱いいじゃないですか。破壊と混乱の時にみんな右往左往して何も行動できないのが9割ですよ。 そう思います、ね、こういうね嫌なニュースがいっぱい出てきたり、破壊と混乱のニュース、あと、まあ都市伝説の世界ではね、もう嫌なニュースがいっぱい出てきますよ。もうおぞましいニュースもいっぱい出てきますよ。そういうのを見てね、嫌だなと思って萎縮して何も行動を起こせないっていうのは、やっぱ申し訳ないけど、成功する人の生き方じゃないんですよ。 まあそういう何もできない。萎縮しても何もできない。私にはもうできない。こんな環境に、こんな時代に何で生まれてきたんだろう。おろおろおろっておろおろするだけの人が9割なんですよ。いろんな情報を手に入れて、せっかく風を読んだのにおろおろするだけっていうのが9割。ですから、成功する人っていうのはたった1割なんですよ。少数なんです。それは今言うようにね、風をどう感じるかなんです。 チャンスと捉える人っていうのはもいろんなアイディアがどん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 出てきて、モチベーションもどんどん出てきますからこ、のこの時、この時期こそチャンスなんだっていう。まあ要は、おろおろする人が多くなる、もっともっと多くなりますから、もう一人勝ちですよ、本当頑張る人の方が少数ですからね、一人勝ちになるんじゃないでしょうか。それだけでももうチャンスだと思いますよね。そして、風を読んでチャンスだと感じたら、 自分に何ができるかを考え、何をするかを決めたら小さな風を起こしてみましょうよ。行動するんです。風を起こすってのは行動するということです。その行動する中に豊かさも幸せもありますから。行動できない理由を探すのはやめましょう。環境のせいにするのはやめましょう。政府のせいにするのももうね、やめましょう。もちろん日本の政府、 ね、今の岸田君のやってることはもう大間違いですよ。だからといってそのせいにして自分は何もね、アクトローカル、自分の身近なところから行動を起こすっていうことができなかったらいつまでたっても貧乏街道まっしぐらだと私は思うんですけどね。幸せなお金持ちにぜひあなたなっていただければと思います。 いかか。がだったでしょうか、まあ、最後にね幸せなお金持ちになるための沖縄仮眠中おばばの教えをお伝えしておりたいと思いますおばばがこんなことを言っておりました一歩踏み出せない理由はいくらでも見つかるよ過去のトラウマがどうとか時間がないとかお金がないとかいろいろあるよね できない理由を並べて無駄な時間を過ごすより一歩踏み出した方がいいと思わないかい人生残り時間はあとどのくらいあるんだい明日死ぬかもしれないよ。最後の日に後悔しても知らないよ。以上今回はここまでいいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。 チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。私のね、サブチャンネル、沖縄大好きチャンネル、そちらもね、ぜひ登録しといていただければと思います。こちらね、なんかバンされたいなんかすると、また、えー、ね、アップできない時期、1週間か2週間アップできなくなっちゃいますんでね、えー、事前にサブチャンネルの方もね、登録しといていただければと思います。最後までご清聴ありがとうございました。